ジェフサポートの皆さん、お久しぶりです。2008年、9年、10年とジェフに在籍していました太田圭介です。今は2015年にサッカー選手を引退して、スポーツマーケティング、そしてコーチングを勉強するために4年前からアメリカに来て、今はアメリカのフロリダ州にあるユニバーシティオブセントラルフロリダという大学に通っています。こちらアメリカのフロリダ州もコロナウイルスの影響をすごく受けていて、今は大学の授業もすべてオンラインになり、ほぼ一日中家の中にいる状況が続いています。早く皆さんが普段の日常を取り戻して、またいつものように福割に行って選手の皆さんと戦えるようになるのを心から願ってます。自分も手洗いうがいをしっかりしてウイルスの予防に努めたいと思いますので、皆さんもこれからも継続して手洗いうがいをしっかりしてウイルスの予防に努めてください。また日本に戻った時に福割で皆さんと再会できるのをすごく楽しみにしています。また会いましょう。 Win by all。